もうなんか地形が変わるのは面白いな。確かにこれは面白い。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。では、フィグメントね、シャープ12やっていきましょう。もうね、最終局面じゃないか、言えてない、最終局面じゃないかなと思うんですよ。わからないですけど、あれって恐ろしい悪夢の本じゃない？おや、大谷さん、この旅行機のヒーロー、お前さんの無意味な存在を終わらせたいと言うんだね。お前はその顔もだ、鍵も目的も全て失うのさ。時間は無比だ。かつてのお前のものだったものにお前が残せるのは悲しみだけど、なるのはもう間もなくだ。全て失う。あ、これ今始まってんのか。聞き入ってたわ。ん？ん？これここ行けないよな。え？どうするんだこれ。いきなり行けねえけど。ここはまだ行けませんってこと？あ、崩れた。あ、そういうことか。わかりにくい。なるほど、これで押したら壁が崩れる。それだけのことでなんでこんだけ時間がかかったんだ。気を取り直そう。ようわからんわ、もう。なるほど。だからここに置いたらいいってことか。なるほどな。じゃあこうだな。まあこういうのはわかる。頭を使ってクリアできるのはわかる。はいはい。でこれを運ぶと。で、ああまたここ崩すのか。なるほど、もう分かった。ガンとで抜きなさいと。 OK。 ん？あそこが降りる？あそこが降りたことによってこれが運べるってこと？これを運んで上に運ぶのか。で、あ、そうか、こういうことか。なるほど、仕掛けが分かってしまえばすごい簡単だけど、こういうことね。オッケー。さあ、追い詰めたか？まだか？お祝いは始まったばかり。悲しみに暮れて降参するだろう。なんかめっちゃ歌ってる。なるほど、これはこうか。お、なんかファイナルファンタジーに出てきてるあの音楽みたい。こんな音楽あったよな。うん、ギャンデーデーあたらデー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 っていう、あれなんだったっけな。なんかそういう音楽あったよな。でんでんでーでで
あだだだだつでだだでんでんでーで、あだだだらてでーでで、もういいか。ああそうか、こうか。でこうか。でこれを乗っける。で自分も乗る。で、ああ。なるほどなるほど。とりあえずこれでスタンバっといて、であいつが何も攻撃してこないのがいいよな。でここを砕いて、あーいきなり悪夢が降ってきた。でこれを押すとどうなる？ん？え、今どうなった？これ押したら、おお！マジか。え？あ、あそこが、なるほど。あー、なるほどなるほど。そういうことだったのか。全然気づいてなかった。もう一回一周ずらすか。慎重には慎重を重ね。よし。でこれでここに返してやって、でこれでいいのか。こういうことか。よし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 、 OK。さあ、いよいよ決戦かな。追い詰めたぞ。まだ逃げるのかよ。捕まえたわ。でも奴は逃げたよ。驚いたことにね。いらっしゃい。あなたはこのために生まれてきたのよ。見て、私たちはまだ奴を捕まえることができる。奴を捕まえよう。おお、どこに連れていく今度は。あ、階段がある。まだあるのかよって感じだな。ちょっとドキドキしてきた。なんか最終決戦が待ち受けてそう。なんかヒットポイントのゲージがいつの間にか増えてる。あんだけ長かったっけ。なんかめっちゃ長いような気がするんだけど。あー、もう最終決戦だこれ多分。あー、なんか来たよこれ。歯になる歯になる、一日は一年になる。ん？これレコードっていうこと？ん？これ、ああそういうことか。押さないといけないのか。こういうこと？これを取る。あ、危ない。でよいしょ。あれ早いな。
すぐに行かないといけないのか。よし。あ、こっちか。また逃げるだよ。無意味じゃないか。確かに。もう逃げないでくれ。おお、なんか大舞台が来たよ。あ、これ、ここ取っていくのかな。ぽいな。あー、でも取ったら、え？取ってもいいのか。あー、やっぱ取ったらダメか。ボケてた。うん、そうだな。違う、またバッテリーだな、ここは。なるほど。おいで、諦めよう、お祭りだ。悲しみに暮れて降参するだろう。ああ、そういうことか。なるほどな。あいつには攻撃できないんだな。避けるだけか。やばいやばいやばい。ああ、入れなかった。ああ、今だった。はあ、難しいもんだな。よし、 OK で、これを取る。で、回復する。で、とりあえず取ったので、あそこに配置しに行こうか。おお、危ない危ない。早く出てきてくれ。止めたいんだ。よしよし、今だ。よし、で、これで、あれ？いけない、ここ。ちょっとミスった。危ない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 。よし、ギリギリ。で、使うと。ん？使ったらどうなった？次はこっちか。危ない危ない危ない。よいしょ。オッケー。あれ、これいけない？あ、いたいた。あ、回転したらよかったのか。OK。よーし。もうあとちょっと？さあ。あ！違った違った。あれは逃れようがない。おお。あっと。よし。オッケー。お、ついにやつを倒す時が来たか。よーし、おーっと、これはこっちか。危ねえ。まあ体力はあるとはいえ、やばいやばい、あぶねえ。よしよし、 OK。 ふう、さあどうなる。仕留めることができるのか。お前、私を取り除くことはできはしない。まだ、また向こうに去るのか。しつけえなこいつ。やつは正しいかもしれないの。やつをやっつけることができたとして、別の悪夢が現れるんだ。また心が僕のことをすっかり忘れてしまうかもしれんな。無意味だ。何も変わらないんだ。そんなことない。あなたは変えたよ。変えたよ。
勇気を、この冒険を通して勇気をもらったよ。強い心を持つことができたよ、みたいな感じかな。すべての息は借り物だ。息をするたび死に近づいている。心拍終わり、日までのカウントダウンだ。家族や友人を失う、お前は皆を失うだろうよ。おお、頼む頼む頼む。壁は閉じようとしてる。どうする。やべ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 、これで終わりだよペーパー。これでいいんだ。オッケー、この惨めな目はもうたくさんだよ。僕たちは、お、止まった。なんかすごいミュージカルだな。来たらだ、これらすべて意味がある。恐れに立ち向かおう、死ぬまでは生き続けよう。だから笑顔で外を歩けるんだ。生きてる間、人生に意味を持たせよう。いい言葉だ。お、壁が消えた。パイプ？パイプ、かわいい。強い気持ち。なるほど。で、行ったらいいのかな？まだなんか最終決戦待ってるような気がするんだよな。ここにまだこれがあるもんな。体力回復。悪夢がバラバラに砕けてきたみたい。捕まえに行こう。なるほど。お、なんか車の、あ、これ事故にあったからってこと？車の、違うかな。あ、しまった。あ、そういうことか。なるほど。なんかシブライゼーションみたいな感じになってる。おお。あ、これ倒せないのかな。避けるだけか。やばいやばいやばい。今頭かいてた。かよかった今。あお、ちょっと頭がかよかった今。ちょっともう一回返してもらおう。もう分かった。うん、避けるだけっていうのは分かった。うんうん、来いや。いきなり、いきなり学習能力のなさを出してしまった。よいしょ。あーっと、やばい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 。結構難しいな。あ、ここで倒せるの？一度私を騙してみろ。なるほど。とりあえずこれは逃げ惑うのがいいと。なるほどな、そういうことね。あっと、もうわかった、もうわかった、もうやれる。もうやれる。
はい、3回目、もう3度目の正直で、はい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 、来て来て、はい来て、はいはいはい、ほい、 OK、 はい、でこれで、あっと危ねえ、よし、これを繰り返すと、はい来て、あーもう余裕だ、もうノーダメでいこう、もう分かった、よいしょ、で早くるくる回りなさい、くるくる回りなさい、はい来た、はい、あもうなんか地形が変わるのは面白いな、確かにこれは面白い、要するになんか別に難易度も変わらないしな、まあ地形が変わるからちょっとやりにくいなっていうのはあるけど、まあ基本的にもう技を見切ったらそんなに難しくはない、ほっほっ、よいしょよいしょ、でここで貯めておいて、あやられた、ちょっと油断した、よっしゃ来たー、オッケー、お、カセットが出た。ここで音楽だったっていうオチかな。お、なんか本を持ってる。もう始めないことはない友よ。どうやらゲームの終わりに到達したようだ。必要なら殺したまえ。しかしお前の貴重な本は忘却の彼方に落ちていくだろう。そうなんだ。そしてお前の旅は無駄になるだろう。最終的には私が勝つ。お前が勝つことは本に記載されていた全ては過去のセピア色の写真になる。僕は心の勇気だ。もうこれは必要ない。なるほど。剣を振る。よく寝るんだよ悪夢。バシ。これを受けろ。恐怖大魔王。なるほど。恐怖を克服したってこと？なんてことダスティ。あなたのスクラップブック。心配するな、僕は生きる、過去の思い出に縛られることはなく、みたいな、悪魔を消させて、この全てはちょっとした傷が原因じゃない、大きなトラウマを抱えているはずだ、心はこれを克服できると思う？わからない、心はもう大きなチャレンジに立ち向かう意欲を失っているみたいだから、一緒に行って心に思い出させてあげよう、意識に話しに行くのか、ああ、意識に話しに行くんだ、お、こっちに近道ができてる、ありがたい、
さあ最終地点に行くのかな。この世界観変わらない素敵な世界観そのままに、最後は雨が晴れてほしい。さあどうなる上に行ってたんだ。さあお最終到達来たか。お、まだ上に上がるのか。上というか横か。あードキドキする。最後どうなるんだろう。一本道。結構行かせるんだな最後一本道だけど結構まっすぐに行く。うん、あでもなんか車の音が聞こえるな。お、ダスティ、私はそれを求めていたのよ。あったんだ目的のものが。ん？皮膚コネクター話す。何をするんだ。正しい道に戻るために本当に必要なのはウェイクアップコール一つってことがある。うまくいくと思う。いくと思うよ。おいお前心を。そろそろ起きて恐怖心に立ち向かう時間よ。なるほど。誰もが不満を感じるものよ。苦痛や逆境に圧倒されてしまうのはとてもたやすいこと。なるほど。これで自分の心に話しかけ勇気をもらって、お、実績のロック解除した。そして現実の世界で強くなる自分がいると。おい寝ぼすけ起きろ。母さんちょっと来て。父さんが今動いたと思う。え？本当だよ。頭を動かした。まあなんてこと。目を覚ました。もう。おー。最後意識が戻って助かったと。そういうことか。うわあ、達成感あるわ。はい、第12回かにわたりお届けしました。だから1つがだいたい30分ぐらいの動画なので6時間か、まあ、結構遊びがいのある物語でしたね。まあ最後まで行くことができました。いやー、ほんと独特な世界観で、まあ、絵画的な世界観なんで芸術の秋、こういうアーティスティックな作品に触れれたっていうのはすごいいいですね。ほんと、クリアまでの時間も程よいですし、こういう作品なのでやってて飽きないですしね。仕掛けも結構最後の方に行くにつれて頭を使うものも増えたりなんかして。で、そんなにこう難易度高くないし、程よい感じで。うん。やりごたえを持たせつつ、世界観を楽しめるっていう、絶妙な難易度のバランスが良かったんじゃないでしょうか。ほー、なんか達成感ある。まあ、ただ、久石由衣って、ペッパーって声優女の日本人だったんだ、女性だったんだ。タマラライアン、あとはあれか、外人かな。だったらな、翻訳作業、もうちょっとこう、日本人が分かるように翻訳してほしかった気はする。まあ、結局、まあ、心が強くなって、まあ、助かったというか、お父さんがあれ、命救われたっていう感じなんだろうけどな、交通事故にあって。まあちょっと、もうちょっとその辺分かりやすくしてもらえたらなと。で、やっぱ英語で、吹き替え日本語の字幕合わせてるから読めないというそういうのもある。まあこういう実況する都合上目で追うというよりも、まあ、読んでる遅さっていうのもあるかもしれないけど、まあ、実際無言プレイするんだったら多分読めてたのかもなっていう気はするけど、もうちょっとその辺も遅くしてほしかったなっていう気はしますが、まあでも全体的にはかなり満足する出来だったんじゃないでしょうか。はい、
さ。一応最後まで見ときますか。ゲーム提供ベッドタイムデジタルゲームスね、バックトゥーベッドの会社ですよ。でこれでどうなる最後。ボタンは効かないぞ。おフィグメント戻った。なるほど、戻りましたね。じゃあ最後実績見てみますかね。はいはい、今ねあのフィグメントの実績を日本語訳して見てますが、これを見るとまず致命的なスピン、重い攻撃で2人の敵を一度に倒す。これ使ってなかったですね、あんまりスピンを最初の頃なので達成してなかったりとか、あと、創造しい隣人、外大脳と脳の全てのドアをノックする。あ、ノックしてないドアがあったんですね、多分それもちょっと歯抜けでありますね。あと、ティータイム、ケトルブラザーズの記憶を集める。ああ、そうそう。記憶を全然集めてない感じですね。ここ、記憶を集める系が並んでますね。はい。思い出の半分を集めるとか。はい。で、最終的に、すべてのドアをノックすると、すべての思い出を集まる、すると、全実績解除される感じですね。だから、どっかで記憶を、集めるあの記憶のかけらみたいなものが何かのギミックを多分解除すればなるんでしょうね。はい、たまたまなんか例えばあのギアをこうはめ込んでしたところとか偶然にこう記憶が出てきたりとかしてましたが、ああいうのをこう全部集めると多分実績解除されるんじゃないかなと思いますね。はい、ただそれをやってる人が 0.3% しかいないという。はい、思い出の半分を集める人ですら 2.6% しかないっていう感じですね。はい、以上フィグメント、第12回にわたりお届けしました。ありがとうございました。最後まで見てくださってぜひね、まあ、好評で、評価はいいのでぜひやってみてください。まあ、定価が1980円なんでね、ウィッシュリストに入れておいてセールの時なんかに安く購入すればいいんじゃないでしょうかね。はい、まあそんな感じですね。はい、またこういうちょっと中程度のっていうか、まあ大体動画10個分ぐらいでクリアできるようなこういうゲームがあったらまた積極的にやりたいと思いますので、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いしたいと思います。では、最後までご視聴ありがとうございました。ユーロでした。バイバイ。